Hello, my name is Mana Sukizawa. 私たちゼロサムクラブはクリエイター、ファッション、フォトジャーナリズム3つの分野で活動しています。今までは白王星をモデルにして写真を撮ったり、その写真を私にしようと今活動しているところです。もう一つはクルド人とコンタクトを取って大きなプロジェクトを進めている途中です。クルド人、バッカスっていう東京外大の先生とこの前直接会って話をして、2020年の白王祭でクルド人のイベントをやらないかっていう話をしてきました。白王大学はあなたたちがどう過ごすかによって変わってきます。なのでやりたいことはどんどん進んでやって後悔のないような大学生活を送ってください。以上です。こんにちは、新入生の皆さん。私はゼロサムクラブでヘアメイクを担当している木村のぞみです。私は今までゼロサムクラブで撮影の時にメイクをしたり、ヘアスタイルをイメージに合わせて髪型を変えたり縛ったり、あとはアレンジしたりっていうのをしてきました。一番最初は同い年のこの髪の毛をセットして、それが最初の撮影で、そこから楽しいなと思って次の撮影ではロシア人の子の撮影を行った時にメイクを手伝ったり、あまりメイクとか髪型とか興味がない子にメイクをしっかりしたりして、撮影の時に撮影のコンセプトとかイメージに合ったヘアメイクをできるようにアシストしています。ゼロサムクラブではみんなが勉強とは別に力を発揮できる場所として活動できるところになっているので、ヘアメイクに興味ある子とかちょっとでもファッションとか興味ある子はゼロサムクラブに入ってぜひ自分の力を広げられるように頑張ってください。新入生の皆さん、こんにちは。教育学部の阿部ひかりと申します。私はゼロサムクラブでファッションマガジンの部門の編集を担当しています。私はファッションマガジンの編集にもともと興味がありましたが、白王大学ではそういうグラフィックデザインとかの授業がなかったので、自分がやりたいことを諦めてた部分がありました。もうゼロサムクラブでそういうことができると聞いて参加することにしました。まだ活動は始まったばかりで雑誌もまだ完成していませんが、これから頑張っていこうと思っております。新入生の皆さんの中には、第一志望で白王大学に来た人もいるし、来たくないけど落ちてしょうがなく白王大学に来たっていう人もいると思います。ですが大学4年間は自分が何をするかによって変わってくると思います。ゼロサムクラブではクリエイティブなことがしたい人、写真に興味がある人、ファッションマガジンに興味がある人、ファッションにすごく興味がある人とか、いろんな人が輝けるチャンスがある場所だと思っているので、もしよければ一緒に活動しましょう。失礼しました。はい。1年生の頃ですか。1年生の頃は何してたかというと、この大学に入ってきた、最初は本当に英語を学んで学校の先生になりたいと考えてたんですよ。経験とか授業少ない中で、自分はそういった先生とか教職が向いてないんじゃないかって辞めました。でその後、サークルに入ったのが5月頃に、ある先輩にスカウトされてこのゼロサムクラブ入ったんですけど、そこで写真のやり方とか撮り方とか、どのようにして自己ブランディングとかマネジメントをしていくか、フィルムの現像方法、カメラの選び方なんて、いろいろ1年生の頃から学びましたね。でその1年生に伝えたいメッセージがありまして、最初の頃だから正直悩むこととかだったりとか分からないことっていうのはものすごいたくさんあると思うんだよ。正直将来のことも分かんないだろうし、恋愛だったりとかバイトだったりとか、お金のことだったりとか、いろいろ悩みだとか不安なことはたくさん、あると思います。でもとりあえず、考えたり悩むよりはまずはとっとと行動してみようってことです。1年生だから、先輩が怖いからって、そういう、理由とかあるかもしれないけど、とりあえず何でもいいから自分が打ち込めることだったりとか、熱中できることして時間を有意義に使った方がいいかもしれないね。だから本当に後悔する前にやって後悔するも、やらないで後悔するの方がずっとシリアスだから、そこはもう1年生のみんなには伝えたいことだなって僕は思いました。以上です。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。自分は英語教育3年の大泉渉って言います。このサークルでは主に映像制作の方を担当しております。ただ、もともと自分はこのサークルではなく、白王大学にあります。
ます映像制作研究部というところで3年間映像の制作、撮影、編集の技術を学びました。ただその部活は3年の11月になると全員強制的に引退ということでその部活は終わったんですけど、ポールにまだまだ俺は動画を作りたいと話したところ、じゃあうちに来ないかということでこのサークルに身を置かせていただけることとなりました。映像制作研究部の方で動画の作り方を一から学んだわけなんですけど、それをまた活かせる機会をもらったっていうのは大変喜ばしいことでありまして、ただそれは例えば高校生の時に写真部にいたとか、ちょっと動画を趣味でやってたとか、ベースとなるスキルを持ってる人たちが入れる部活、本気でやりたい人たち向けの部活は正直あまりないんですよね。だからそういうクリエイターの端くれでありたい人とかが身を置ける環境としては、やはりこのゼロサムクラブ最高の場所なんじゃないかなって思います。2号館3階、写真がいっぱい貼ってあるドア、ぜひノックしてみてください。いい経験が手に入ると思います。以上、ありがとうございました。